参加しているクラスの中で先生から課されている課題について確認していきましょう。課題の提出期限が近いものについては、ストリームタブの左側、期限間近というところに表示されます。ここから課題をクリックすることで、期限が近い課題の内容の詳細を表示することができます。 また、すべて表示をクリックすれば、このクラスの中で設定されている課題すべてを表示することができ、自分がそれぞれの課題に対して取り組み済みなのか、まだ着手していないのかを一覧で見ることができます。ここでは、こちらの第01回授業課題をクリックします。詳細を表示をクリックすると、このように、 教師が入力した説明が表示され、どのように課題に取り組めばよいのかが表示されます。もし課題について質問があるときは、それぞれの課題の詳細画面から、クラスのコメントを追加で入力を行い、送信ボタンをクリックすると、このクラスに参加しているすべての生徒、教師に対して、この課題に対するコメントとして表示されます。もし、 クラスの他の参加者には見せたくない内容で自分一人だけが先生に対して質問したいときは限定公開のコメントの箇所に入力しましょう。さて、こちらの課題は Google ドキュメントで自己紹介資料を作成しなさいというものです。課題の詳細画面から作成をクリックしてドキュメントをクリックします。 すると、ログインしている自分の Google アカウントのユーザー名、そして課題のタイトルという名前のファイル名が自動で設定されてファイルが作成されます。ここで作成したファイルをクリックすると Google ドキュメントの編集画面が表示されます。指定されている内容に従い資料の作成を行ってみます。 自己紹介資料を作成しろとのことなので自己紹介資料という資料のタイトルを入力します文字の種類をタイトルにしてみましょう「作成日」を入力し「作成者」を入力します 知ってる書式すべてを使えとのことなので右揃えとしています挿入から 表を挿入して1行 ×1 列の表を挿入して表の中をクリックして挿入をクリックしページ番号のある目次を挿入したりします自己紹介なので出身と入力し 出身と書いたところを範囲を選択して見出し1というものにします文章を何か適当に入力しましょうここで挿入をクリックして買いページを挿入してページを切り替えます好きなものと入力し範囲を選択し 見出し1とします。挿入をクリックして、表をクリックして、1行2列の表を作成します。画像を挿入し、猫、パソコンなどと検索しましょう。 文章も何か入力しましょう。挿入した猫の画像の部分をクリックして、挿入をクリックし、脚中をクリックします。そしてページ下の脚中の部分に、Google 画像検索よりと入力しましょう。 また、挿入をクリックして、ページ番号をクリックし、ページの右下にページ番号が表示されているものをクリックしましょう。最後に、資料の最初の画面に戻り、目次の箇所をクリックして、見出しから目次とページ番号を連携させます。ここまでの資料作成が完了したら、 提出ボタンをクリックして提出をクリックすると課題の提出が完了します課題の提出後にやっぱり修正したいという時には課題の提出を 取り消しができます課題の詳細画面から「提出を取り消し」をクリックすることで再び編集し再提出すすることができます提出内容に不備があった時教師が提出した内容にコメントをつけ添削をし再提出を求めるといったこともあります。 そのような時には再びこちらのファイルが色がついて表示されるので再び編集をしてファイルを提出しましょう提出ボタンをクリックしない限りはファイルは提出されたことにならないので注意しましょうファイルを提出するとストリームタブの期限間近の課題からは表示されなくなり全て表示をクリックすると提出済みというステータスになります 提出した課題に対して点数が評価されたら、課題の詳細画面から点数が表示され、先生からのコメントも表示されます。このようにして、授業内で設定されている課題に対して、都度確認を行い、期限を過ぎないように課題を提出しましょう。課題について不明なところがあれば、課題の詳細を表示し、 クラスのコメントや限定公開などで先生に質問をするようにしましょう。課題を確認し提出するということは成績評価にも関わるとても大事なことなのでしっかりと確認し提出漏れのないように気をつけましょう。